んな見たいって言うからね、死ぬもんってね、並べてくれるって、うん、そういうことで始まりました。高松先生からの掛け軸です。こちら見ていただくと分かるんですけども、高松先生がこれ全て書かれたものであります。太陽、ここに鶴が2羽で、松の木の上に立ってます。これは初見先生がご結婚なされて、そのお祝いにということで高松先生が初見先生にあげたものです。なのでここに書いてある文字は不老長寿、多事大吉、武風一家で、初見尊師のためというふうになっています。で、高松先生のサインと、これは単なるプレゼントではなく、つまり敬意の伝承と同じように渡されたつながっているものだと、そういうふうに考えてみてください。で、初見先生はこれをいただきながら、これとともに現在まで至っているというふうに捉えていただけるとありがたい。これを見ないでこの展示会を帰ってはいけません。ぜひこれを見てください。くじのエリアです。くじを切る、これは高松先生から初見先生に、学校来当社悪魔不動、ご神通力敵退散消滅、ご神鎮魂敵霊爆炎の学校来当社悪魔不動の印をやっているところですね。これをよく見ていただくと、最初の頃ですね、先生、昭和30年代、この裏側に鶴の絵があります。この鶴の絵が先ほど言ったあの鶴ですね、あの絵なんですね。この写真を見ると、伝承されているその瞬間、忍者の伝承、千年続いているその精神と心がここで伝承されているというのがよくわかる写真です。そういうふうに見ていただくとありがたいです。夜9時が高松先生初見先生切ってます。これはスイカ御神の構え、これはスイカ恒星の構え、一瞬にして自分をなくすような構えですね。9時っていうものをどういうふうに捉えるか、9時を切るというのが忍者の一つの象徴のようなものにもなっていますが、臨氷当社海人烈財前、これはよく知られておりますが、その他にもいっぱいくじはあるわけなんです。で、大切なことはこのくじのやり方を知ることだけではなくて、そのくじはどういうふうにして何のためにするのかっていう、その心をきちっと捕まえていないといけないんですね。それは私が思うに、くじは実は集中力を高めるためとか、そして相手を倒すためとか、そういうものではなくて、その先を越えた自分を一瞬にしてなくして、そして大自然や天地人一体化する自分になりきると、つまり自分を消し去ることができることがこのくじの本当の意味じゃないかというふうに考えてみるのも一つの面白い視点だと思います。くじというのはそのぐらいに自分そのものを一瞬にして変えられる、また変えている、そういうものだと思って捉えて練習してみようと思います。これ忍者刀です。すごく強くできてますね。この強さを感じてくださいということです。なぜそういうかというと、初見先生と一緒に骨董屋さんに行って見てみると、その選び方、刀の選び方は名とか年代物とかそういうものでは一切ないんですね。いつでも感じろって言われてます。作り、強い作りそのものを一瞬にして感じ取って、それでそれが自分に感じられるものかどうか、それが大切なんだよといつも初見先生は言ってます。なので刀の評価は銘柄とか年代とかそういうものではないんですね。強さとか
そこに主張するものがどれだけあるかというのを感じたときに、これはいいと言って妻八海先生が勝っています。これもその一つですね。これだけ強い孤児、サヤモアが強そうですね。トンボみたいにね、尻尾みたいに、ツバも強いですね。こういう強さ、これを第一にします。これで小尻が重いので、これ鞘だけで、まあ、簡単に言うと戦えるようにもなってますね。これは合戦の時とか敵が近い接近戦になって接してしまった時とか、唾が邪魔で抜けない時が、唾がこう引っかかって抜けない、その時に刀だけが抜けると。それと一瞬これをですね、パッといった時に見えないね、分かりにくい、はっと思いますね。そういうのにも使ったりします。これがガマガエル、カエルですね。カエルで、こっちがナメクジ、こちらがこちらでヘビになってます。この3つ、ヘビとカエルとナメクジ、これを忍者の三すくみと言います。どういうことかというと、ヘビはカエルを食べます、カエルはナメクジを食べちゃいます、ナメクジはヘビをやっつけちゃう、こういう3つの関係ですね。おのおのが弱みを握っていたりする。この3つというのがナンバーで、この3つという数字について非常に武神家の中では強い数字と言われています。その3つでもう一つ言うと、三心の型っていうのがあります。それは3つの心、つまり弱いものがどっかにある、3つの方向から考える、それを心が3つあるようにして考える、それをジョイントしてくるんですけど、一つのものを見るときに必ず一方向からの見方ではなく、もう逆の方向で、もう一つの方向というふうに見ていくことで、自分の主観とか囚われているものを解き放すようにするんですね。その囚われているものを解き放したときに本物が入ってくる、そして感じることができて、それで正しい方向に行ける。それがこの三すくみの教えであり、これを忘れないようにするために飾ったものを自分の貴重なものとして持っていると、そういうふうになっていると私は思います。世界が尊敬する忍者初見正明、これは海外の皆さんにぜひとも見てほしい。なぜなら鎧、忍者刀、鎖鎌、いろんな武器、それを全部一点にして、先生の今までしてきた素晴らしいことが凝縮されております。そういう展示会です。初見先生の展示会を見て、そして初見先生の感覚をぜひとも自分のものにしてください。皆さん頑張ってください。これ明珍の鎧といいまして、先生が若い頃に、四国で手に入れられた、非常に初見宗家の中でも貴重な、意味のある鎧なんです。これ見てください。普通の鎧と違ってですね、従来の鎧っていうのは何か守る、強くこう自分をプロテクトするという象徴だったと思うんですが、この明珍はできるだけ硬いところ、強いところをなくして非常にこう柔軟に動けるようになってるんですね。実際私たちも触りましたけど、非常に軽いんですよ。ですごく動きやすい。むしろこの守るという考えと矛盾しているようですが、守らずむしろ自由になれと言っているような軽さがあります。やはりこの作りもいいんですが、この上ですね、兜の丸いところ、前立て、あそこは先生は円相とおっしゃってます。円相というと意味としては生死のつながりとか、命の循環とかですね、つながり続けてると、この円をぐるぐるこう回り続けてる、まあ、そんな意味合いで使われることが多いんですけど、やはり先生も、まあ、例えば我々武道の中でいうと強弱十合あるべからず、強も弱もこう回り続けてるから、どちらも存在しているわけではない、であったり成功も失敗も、まあ、両方つながってるんだと、一個を抜き出したらうまくいったとか失敗したということになると思いますが、まあ、これがもう回り続けてる、つまり先生が普段おっしゃってるもうキープゴーイングの考え方がそのものをこの鎧が示してくれてるんじゃないかなと思いますね。で実はこの展示会、この組み立てる前にですね、事前に宗家の家で鎧を組み立てて写真撮ったんです。そうするとこういうことが起こったんですね。ちょっと写真ご覧いただきますが、この額の真ん中に光の輪が映ったんですよ。で何もこうガラスも何もないんですよ。遮られてもいないところで、ふっと携帯を照らしてシャッターを押したら、撮った時は分からなかったんですが、
後で見ると光の輪が日輪みたいなもんですね。後で宗家ともこう笑って話をしてたんですけども、やはりもうそれはもう生命力だと、まあ、鎧自体も生きてるんじゃないかということで、まあ、非常にこれは驚かれてました。不思議なことは本当に素晴らしい鎧だからこそあるんじゃないかなというふうに思いましたね。これ何ですか先生。わかんない写真を撮った時に、この演奏の中に日輪のような光の輪が出たんです。これ何か生きてるの生き物だよな、見てくれってな、撮ろうと思ったやつが撮れないんだから、やっぱり見てくれってこれな。もうその写真ですね。ねえ、いい写真だよ。さっき、ありがとう。これは宗近っていう人の鎧でね、名作なんです。まあ世界に2つかな、あるの。これ、宗近さんこの鎧を見て何かを感じますか先生。これ着たくなるよな。着たくなるんだ。ボルドカチャカチャやりてる。この鎧の上にある輪っか、この鎧は初見先生とずっと長年間に、そうそう、もう長いことそこから買ってきたんだよ。あ、そう、1963年って聞きました。あ、そう、だいぶ前ですね。前だよね。ああ、演奏って演奏 何事も丸くいくようですよ。コロコロとありがとうございます。はい、先生が普段おっしゃってる演奏極意のようなメッセージが、カブトの前にあるのな、丸い の演奏ね、あれが日々の心がけだと思えばいいことでね、毎日の心がけね、と思えばいい。どういう心構えでやっていけばいいですかね。普通の今まで通りでいいんじゃないの。難しく考えないって全て、楽観的に考えるように心がけることで万般不妙って言ってね。どういうふうに変わっても驚かない、不動心につながるんですかね。不動心同じようなもんだよ。それ深く考えないでいいんじゃないな。だって驚くときは驚くんだから驚かねえなバカだからなありがとうございました、はい、これから忍っていう忍術の道を歩む続ける人たちのために一つの言葉ありますか。まあ、忍術っていうね言葉はいろいろに解釈する人もいるけどもね、まあ一番人間らしい道が忍者の道だってことをね知ってもらえばいいよね。パワーになるものは何ですかね。皆さんもこれからみんなと一緒にいれば結構身についてくるんだよ。わかりました。同好会みたいにね、好きな人が集まればね。世界中の皆さんがここに来たかったんですけど来れなくて、何かのメッセージ最後に。はい、ご無沙汰しております。今度ね、だいたい日本もコロナが終わったらね、皆さんもどうぞ日本へ遊びに来てください。待ってます。お元気で。